ロンハまたオンエア見てもらったらわかるんですけどもよう出てるよなぁでそこでちょっとあのーえー、まあ南川君の動向を皆さん応援してあげててくださいおや何があったんいやいや、まあ、言えないんですけど、まあ、俺は正直腹渡にえくり返ってるやろっていうことを送ったんですよ南川君に対して結構きついこと言うたんやまあまあまあ、うん、見てくださいちょっとかわいそうだったんで南川がねまあ見る見るあ、まあ、夢俺は見るけど夢ってのははかないもんでねいろいろありますけども 僕はさ、出てないから正直、うん、そういうのに出れてないからあれやけど、うん、ちょっと最近のバラエティーって、うん、そこの歯止め聞いてなくないこれだけ言ったらだめっていうポイントあるやんかだから、うん、うんぶっちゃけて言うと俺、中野さんも大好きよ、うん、なんか一番笑う中野さんかもしれない今うん、うん、ただ、中野さんと陣内さんの件に関しては、うん、やっぱりどう考えても中野さんは言い過ぎてたから。 いいや長さん面白よめちゃくちゃおもろいよ。でも、その後の陣内さんの顔見たてるよ笑ってはったで怒りすぎて、それ一番怖い。一番怖いだから、そのみんな全員がハードミキカーになってんのよ。だから、ソシナも俺、ソシナが大好きよ。でも、さんまさんに老害って言うねんって、目の前で。すごいよ。だから、この前もだって、ヨジョー、ちょっとだけおし。 まあ、オンエア乗ってると思うんですけどちょっと先出しで言いますけど余女、うん、が長野さんと俺に悩み相談するみたいな企画がちょっとあったんですよ、はい、ああ長、ま、野さんが「じゃあ何かあえ芸人以外で何かやできることあんの?」って言ったら「うん、免許持ってると」うん「猟師のね猟銃ね猟銃のあれも資格持ってると、うん、でそれで何すんのいやそれで何かテレビとかそれで,で,で、うん、出れたらいいんですけどね」って言って「ぼ」って言うたんや、うん、ただから結構ま開けて長野さんが「うん、お前さ いよいよ人狩り始めるのかこの野郎いやいや、人狩りって何やねん。<laughs> 人は殺さない。じゃあ猟銃でさ、別に人を撃つわけじゃないから。人狩りって。ガンニバルの世界かからね。せえへん、俺ぐらいロン毛の人絶対嫌だな。おもろいな。